2022年9月、ウクライナ軍はウクライナ北東部のハルキウ州の大部分を奪還したみたい。また、17日時点ではハルキウ州とルハンシク州との州境に近いオスキル川西岸に到達し、一部の部隊はオスキル川を溶かしてクピャンスクを奪還しているよ。イジュームの南側のドネツク州スブヤとヒルシクでも攻勢を強めているとされているほか、さらに東南のドネツク州内を流れるドネツ川も溶かしてリマンの奪還を目指していると見られるぜ。リマンの周辺ではいくつかの集落がウクライナ軍によって奪還され解放されたとの情報もあるみたいだし、ウクライナの奮戦が伺えるね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がルハンシク州でロシア軍の補給ルートをハイマースで攻撃したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ルハンシク州のガイダイ知事は17日にテレグラム上にロシア軍はオスキル川東岸の防衛を固めていて、ルハンシク州のスバトボに部隊を集結させているとの内容を投稿し、イギリス国防省でもルハンシク州のスバトボはロシアのベルゴルドからルハンシク州及び、ドネツク州の東部ドンバス地方への輸送ルート上の中継点として絶対に防衛しなければならない要衝であり、スバトボを失うことでロシアの東部ドンバス地方解放との戦略が崩壊する可能性があり、ロシア軍はオスキル川東岸とスバトボの間に防衛ラインを構築しているとの指摘を発表していたよ。そして、18日になりロシア国営メディアがスバトボがウクライナ軍の攻撃を受けているとして、それがアメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースによるものであると報じていて、西側諸国の注目が集まっているんだ。このスバトボへの攻撃については、ロシア軍が軍事施設として使用していたとされる、スバトボ市内のホテルやバスターミナルが破壊された画像などによって確認されており、ウクライナ軍がスバトボに集結しているとされるロシア軍に対してハイマースによる攻撃を開始したことは確実視されているってわけ。またスバトボを経由してベルゴロドからクレミンナ、リシチャンシク、セベロドネツクへ至る補給ルート上においてはハイマースで狙えてウィークポイントとなると想定されている橋がいくつかあるため、この補給路を断つことで、リマンからリシチャンシクにかけて、展開しているロシア軍部隊への補給が滞る可能性が指摘されているな。ハルキウ州では奇襲とも言えるウクライナ軍の攻撃に驚いたロシア軍は、戦死に汚点を残したと指摘されるほどの快走ぶりを見せていたんだけど、ここに来てやや落ち着きを取り戻した感があり、バフムート近郊ではやや攻勢が強めているとの見方もあって、ウクライナ軍の快進撃の速度は落ちているみたい。さすがにロシアも一筋縄ではないかないね。ウクライナ軍としてはハルキウ州を奪還した勢いでドンバス地方全域ルハンシク州及びドネツク州も奪還しておきたいところだろうけど、西側諸国の支援によって戦力が増強されたとはいえ、さらに攻勢を変えるほどの余力はないと見られていて、南部のヘルソン州でドニプロ川の対岸の補給路や軍需物資集積施設をハイマースで攻撃して、ロシア軍を弱体化させたのと同様に、今度はオスキル川とドネツ川の対岸における補給を遮断して、ロシア軍部隊を弱体化させていく戦略ではないかとの見方が広がっているよ。9月19日にガイダイ知事が、ウクライナ軍がルハンシク州のリシチャンシクの西方 10km にある、集落ビロホリフカを奪還したことを SNS 上で発表し、ルハンシク州の解放はハルキウ州より困難になるとした上で、それでもウクライナ軍がルハンシク州で本格的な反撃を近く開始するとの見通しを語っているんだ。このことが事実だとすると、ウクライナ軍はリシチャンシクの奪還に向けての足場を確保した形となり、7月に制圧された同市奪還の可能性が見えてきたとされているな。また、ガイダイ知事はウクライナ軍が要衝のリマンを包囲しつつあるとも伝えていて、ウクライナ軍がドンバス地方の奪還に向けての体制を整えつつあると見られているよ。ウクライナ軍が今後、オスキル川東岸からスバトボ奪還を狙うにせよ、リシチャンシクとセベロドネツク奪還を狙うにせよ、あるいはこのリマンを奪還して足がかりとすることが重要であり、さらにはバフムートの奪還作戦にも重要な位置を占めている要衝であるため、このリマンにおける攻防戦が東部戦線全体の鍵を握っていると言っても過言ではないんだ。一方ロシア側は、ウクライナ軍の進軍スピードに焦りを見せ始めており、ドンバスの主要部を実効支配する親ロ派武装勢力ドネツク人民共和国 DNR と、ルガンスク人民共和国 LNR ともに自称の大統領府の諮問機関が19日に、両国でロシア編入の是非を党住民投票を早期実施するようそれぞれの主張に勧告したことを受け、DNR のプシリン主張と LNR のパセチニク主張が電話会談を行い、住民投票の実施へ協力することを確認したとタス通信が伝えているみたい。ロシアと実質的に一体の両国はこれまで、ドンバス地方全域をロシア軍が掌握した後に住民投票を行う意向を示してきたんだが、しばらく戦況が膠着していたことから当初9月に予定していた投票を延期する動きが出ていたぜ。
しかし、ロシア軍がドネツク州を制圧できず足踏みをしている間に、今回の反攻を食らい、前線を大きく東に後退させてしまっただけでなく、ほぼ制圧が完了していたルハンシク州の支配が脅かされつつある状況にいたり、ロシア側はドンバスの制圧を待たずに、南部のヘルソン州とザポリージャ州を加えた4州において9月23日から27日までの間に、どのよう形になるとしても結果は一つしかないとされている住民投票を実施することを決定し、それを根拠に既存占領地域のロシア編入に踏み切る可能性が指摘されているな。この住民投票について、ロイター通信が報じたところによると、メドベージェフの前大統領は SNS での投稿で、ロシア領土への侵入は犯罪であり、自衛のためあらゆる力を行使することができると述べ、編入後は反撃が可能であるとの見解をちらつかせながら住民投票を支持し、ラブロフ外相もまた、特別軍事作戦の開始当初から、我々はそれぞれの領土の人々が運命を決めるべきだと言い続けてきたとして、住民投票が正当であるとの意見を述べているんだって。西側諸国では、プーチン大統領はこれら4州を強引にロシア領として編入した後、そこを攻撃するウクライナ軍をロシアの存在を脅かす国家として正式に戦争を宣言し、戦術核兵器などを使用するための口実にしようとしているとの見方が広がっているみたい。一人の大きな権力を持つ人間によって世界が破滅の道を歩まされることへの懸念が広がっているって感じだね。そのプーチン大統領は、ロシア軍の慢性的な兵力不足が今回の敗戦で加速したことを受けて、部分的とはいえ国民の動員に踏み切らざるを得なくなったな。ショイグ国防相は30万人の予備役が動員対象になると説明しているんだけど、西側諸国の軍隊の基準に照らし合わせれば、ロシアの予備役は十分に訓練されていないとされ、今後、動員される予備役が即戦力になるとは考えにくく、動員したとしても戦況がロシアに有利に転換することはないとの見方が大勢を占めているよ。この動員令が発動されるまでのロシア国内は、ウクライナでの侵略戦争と自分たちの日常生活を結びつけることができず、別世界の話として受け止めてきたんだけど、今回部分的とはいえ、動員令が発動されたことにより、ウクライナ侵略戦争と自分たちの日常生活がしっかりリンクされたことから、ロシア国内で反対運動も起こり始めたことが西側諸国にも伝えられているね。プーチン政権はこれまでのように警察などによる抑圧的な強圧的手段で取り締まりを続けていくと見られているんだけど、この部分的動員令の発動がきっかけとなって、今は 80% の高い支持率で支えられているプーチン政権の支持基盤が、少しずつ弱まっていくのではないかとの見方が広がっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。